ミクルさん、ナスカ天心、ライブ配信中、朝倉ミクルへの思いを抑えきれなくなり、感情が爆発。えーどうも、柳川孝介です。本日はですね、えー、昨日、ナスカ天心が、ライブ配信を行ったんですけれども、その中で、ね、やっぱり今まで、朝倉ミクルとの、えー、付き合い、えー、深い関係の中で、朝倉ミクルへの思いが、えー、爆発して、もう抑えきれなくなって、本当号泣したんじゃないかぐらいの音声だったんで、実際聞いて、ナスカ天心の朝倉ミクルへの思い、二人しかわからないところを深掘りしていきたいと思うんですけれども、 え、まずね、ナスカワ電と朝倉みくるでは、もう本当、仲が良くて、こちら、浅倉電子に YouTube やった時に一緒にコラボしたり、本当にこう、満遍の笑み、見たことないような笑顔我々の前に出してくれたんですけれども、うん、ツイッターの方でも、28日時が経つのは早いぜ、おめでとうございます、ありがとうと。めちゃくちゃ仲良くて、山に形容された時も最初は、こう、セカンドインパクトって出したんですけど、その後に落ち着いたら飯でも行きましょう、ということで、ねぎらいの言葉をかけた。ここら辺がやっぱりアンポと違うんじゃないかなと。アンポがね、ああいう風に叩かれたから、え、倉みくるの方を擁護する しいようとかねそういうことは僕は違うと思いますね。やっぱりこの二人の中が物語ってこの言動をさせてんじゃないかなと思いますね。で、昨日のナスカ天使の、えー、ライブ配信で、朝倉みくるに対してのやっぱり質問が来ました。そこでナスカ天使が、えー、感情爆発させて、朝倉みくるへの思いをね、語ったんで、そちら深掘りして見ていきたいと思うんですけれども。何かしらさ、戦ってるやつってさ、魅力があるわけじゃん。もうみくるさんなんかさ、なんだろう。う全部を世の中にさらけ出してるわけじゃん。うん。すごいと思うよ。 そんなことできる人、なかなかいないぜ。全部を世の中にさらけ出してる、ミクルさん。なかなかそんなことできる人いないと。もうね、あの人、俺ね、ちょっと、自分のために格闘やってないと思うんだよなここずっと。まあ格闘技といえば、自分の強さを誇示するため、自分が飯を食うため、えー、強くて有名になるためにやるものなんですけど、その浅倉ミクル、自分のためにやってないと。やっぱ全てを手にした浅倉ミクルだからこそ、金、名声全て手にしたんで、あとは格闘技界にどれだけ貢献できるかっていうことを言ってるんだと思います。自分のために ややっってててななないいんんんだだよよよね、うん、そのね視聴者のためにやってると思うんだよ格闘技をを、うん、それをみんな、ね、理解してないよ自分のためだけじゃない。周りのため、視聴者のためにやってると。俺たち YouTuber が桜倉みくの話を出せば数字回る。そのために、俺たちのためにやってるんだってことね、我々は理解すべきですね。メディアもそうです。朝倉みくるの出せば数字回るんだから。オリコンさん、ゴンカクさんみんな、その人たち、従業員の子供たちに飯を食わすためにやってんだ。こんなすごい人いますか、うん、だってさ、 記憶ね、あんななくしたわけじゃん。なくなってさ、うん。なくなって、この間さ、この間昨日か、ツイートしてたじゃないですか。ね、その記憶がなくて、自分が何者かも分かんないみたいな。でも、客観的に見てみて、引退ですね、つって。客観的に考えてくれてるわけですよ。はい。わかります。うん。でも俺は、あったら言いたいね。ここです。ここでもう、ラスカーデジの感情が爆発します。 客観的に見ないでくださいって言いたい、ね。自分の心に聞いてみてほしいですっていうのを伝えようかな。客観的に見る必要なんてないんですよと。自分が自分で亡くなった今、客観的に自分朝倉未来を見て、ケラモフに負けて、エアーマンにも無残にやられたんで、客観的に見たら引退すべきだ。客観的に見ないでよと。あなたの主観的にはどうなのと。本当に格闘技への熱。 ひいて格闘技界を盛り上げるためにね、伝説の人になるんだったら、そんなことで引退しないでよってね、言ってるんじゃないでしょうかね。うん。もう、客観的とか、視聴者が言うからとか、どうでもいいっすよってって。うん。自分の心に聞いてくださいっていう。自分の心に聞いてくれと。周りからどう見られるとか、そんなことはもうどうでもいいです、ミクルさんと。自分の本当にやりたいことは何なのあなた今。というね、やっぱナスカ天使のこの思いですよね。もう会いたいです。本当に、会って。 自分を客観的に見るのではなくてね、あなたがやりたいことをやってください。我々がそれを見守っているのが好きなんですと。もうね、そういうことですね。完全にね。だから、優しいお兄ちゃんと、やんちゃな弟みたいな、この感じ。まあ、こっちが、やんちゃなのかもしれない。もしかしたらね、ミクルのがやんちゃなのかもしれない。でもね、この二人の関係、本当に美しいです。我々もやっぱり、ね、朝倉ミクル、客観的に見て、ね、引退とかじゃなくて、 本当に自分がどうしたいのか、このまま続けていけば、それを、それで応援するし、周りからどう見られるとかね、考えないでください、ということを言いたいですね。ということでね、本日は、夏川天心ライブ配信中、浅倉みくれの思いが抑えきれなくなり、感情が爆発、というお話になりました。えー、こういう形でね、えー、格闘技の首脳ニュース、セミブランクコースケ、報じておりますので、よろしければチャンネル登録、コメント、高評価いただきますと、非常に励みになります。では、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。